この程度で満足してもらっては困るが、まあよくやった。ベイン、俺は、ああ、よかった。あの後ランちゃん急にぶっ倒れて、みんなですげえ心配したんだぜ。こら、ベイン、あまり暴れるな。ごめんランちゃん、まだ病み上がりだったな。ランスロット、俺たちが倒した化け物を覚えているか？ああ。あれは一体何だったんだ？見たこともない異形のものだったが。あれも青少獣の仲間かなんかか？いえ、青少獣の力は感じませんでした。あの時、地下通路に現れた印は、ガレスのあざと酷似していた。なんだって？ってことは、おそらく、奴らが仕掛けた術式と考えて間違いない。俺が王都へ行く。ランちゃん。でも、もう少し休んでからの方が。だが、こうしている間にも、陛下や仲間たちが。待て。少し落ち着け。お前は同じことを何度言わせる。冷静さを欠いたようでは、拾った命をみすみす捨てるだけだ。おいおい、なんでお前はそんな言い方しかできないんだよ。生まれつきだ。まあ貴様が死ぬのは勝手だ。どこへでも尻尾を振ってついていくがいい。ああ、そうだな。騎士団を見捨てたお前には、わかんねえよ。なんだと？貴様、もう一度言ってみろ。何度でも言ってやるよ。お前みたいな薄情者には、ランちゃんの気持ちは一生わかんねえよ！くだらんたわごとだ。いつから騎士団は、仲良しごっこになったのだ。無知猛邁な将のもとでは、助かる命も助からん。貴様の下につく部下は、さぞかし苦労しているだろうな。んだと？もうやめてくれ！ランちゃん。二人とも、やめてくれ。俺は、王都にいる仲間も、ここにいる仲間も、どちらも失いたくない。少し頭を冷やせ。また、皆に迷惑をかけてしまったな。いや、ランちゃんは何も。今は、少し休息を取った方がいい。ああ、そうだな。はい。私もちょうど疲れてたところです。気を使わせてすまない。イザベラ様、霊薬をお持ちしました。早くよこせ！おの
イザベラ様、元よりあなたに拾われた命、あなただけは私が命を賭して守ります。やかましいぞこの無能が。早くランスロットを連れてこい。少しだけでいい、あと少しだけ持ってくれ。ランちゃん、早く出発しようぜ。あれ、パーシバルのやつどこ行ったんだ。そうな、俺たちを見捨ててどっか行っちまったんじゃねえのか。でもパーシバルさんはそんな人じゃないと思います。まあ俺もカッとなって少し言い過ぎちまったけどよ。遅いぞ。うわっ、俺を待たせるとは何事だ。パーシバル、お前。ガレスのあざの件が気がかりなのでな。ありがとう、パーシバル。パーシバルさんが一緒だと心強いです。こいつも嬉しそうだぜ。王たる俺が家臣どもを見捨てるわけがなかろう。いつ俺が家臣なんかになったんだよ。貴様は未熟者だからな、むしろ感謝してほしいくらいだ。んだと。おまけに頭も弱いときては救いようがない。むっきー、あったまきた。今すぐここで勝負しやがれ。構わん、一瞬で終わらせてやろう。貴様がのこのこついてきて敵陣で捕虜になっても困るからな。あはは、冷たいんだか優しいんだか。まあまあ、二人ともそう言わずに仲良く行こうぜ。いやだね。断る。どうしたランちゃん。いや、お前たちって案外いいコンビなんじゃないかって。冗談はやめてくれよランちゃん。本当ですね。くだらん、これ以上は時間の無駄だ。行くぞ団長。あ、おいパーシバル、てめえ待ちやがれ。いつもならこれほど多くの魔物はいないのだが。問題ない、俺の前に立ちはだかる障害は全て焼き尽くすまでだ。へっ、それより先に俺が全部ぶった切ってやるよ。おい二人とも勝手に先走るなって。おわ、三人とも行っちゃいました。やれやれ、おいらたちも急ごうぜ。
状況終了。みんな。おいおいおい、こりゃ一体どういうことだ。下船、魔物の侵入を許すなど衛兵どもは何をしている。とにかく目の前の人たちを助けるぞ。はい、私たちも行きましょう。これはみんなの勝利だ。ありがとう。やはり周辺国は皆一様に同じ末路を迎えている。魔物の発生とそこに現れる援軍、これらは決して偶然ではない。おい、聞いたか？軍が国境を目指して出発したってよ。え？このところ多いな。ああ、行く先でまた何かが起こるとすると。王とか？こりゃでかい特助が来るぜ。よし、今から準備すれば。おい、その話を詳しく聞かせろ。え、ああ、はい。急がねばならん。どうか間に合ってくれ。俺たちが来たからにはもう大丈夫だ。